明けましておめでとうございます。ちょっとメガバスで今作ってるルアーがありまして、愛人のルアーで、まあ、モザイクかかってるんでね、結局これ見たってモザイクですからね。ゲイリーからも今年いろいろとまたワームが出ていく予定で、その中で僕が知ってるだけの情報では2点あります。名前だけ言っちゃうと、ヤマミミズとヤマタヌキっていうね。ヤマミミズとヤマタヌキ、はい。まあ、これが、ペアフィッシングのラインナップに加わります。まあ、引き続きコンクルージョンの新しいアイテムと、それから、誰でも投げやすいこの、ベルサートっていうシリーズ、タグブランクスを使ったどちらのシリーズ、まあ、タグブランクスを体感してもらいたいなと思ってます。小林さん、ありがとうございます、はい。ちょっと気になる差をいっぱい見せていただいて、で、はい、自分が個人的に結構気になってるのが、はい、あのピュアフィッシングからなんかめちゃくちゃ軽いリール、はい、なんか銀色の何かリール、銀のリールが軽いと SNS とかちょいちょい見かけるんですけど、まだね、ちょいちょいしか見せられる状態じゃないんですよ。あるんですか。あるんですけど、ちょいちょいですよ。ちょいちょいお願いしていいですか。はい、これね、ちょっとね、ちょいちょい秘密の部屋に来た回がありました。なんか気になってるのが、いや、僕も1台しか手元になくて、はい、これをちょいちょい使ってるんですけど、はい、まあ、ちょいちょい僕が見せてない理由もあって、はい、まあ、背景ぐらいしか見せてないですよね、今まで、はい。これについて細かく書いてる方も結構いたかもしれないですけど、SNS 上で僕はまだこれを手に取ってから細かく何も書いてません。その理由も含めてちょっとお話しますね。はい。その前にリールを掘り出さないといけない大変な事態に。なんせ年末からね、このままなのに、まだ部屋の片付け、大掃除が終わってない、この小森釣り部屋に。結構以前来た時から、はい、コンクルージョンのテストも始まってるからか、竿の数がまた格段に増えてるなっていう。そうなんですよ。そんな印象は。あと、今ちょっと完全オフなんで、はい、その全部ここにありますから。あります。前は半分以上船とか車にあったんで、船にはなかったけど車にあったんで、あとは今に置いてたりしてたんですぐ持っていくやつはこれです。はい、じゃん、ゼノン。ゼノン、はい。これはね、まだ使い込んでない僕が良くも悪くも語るのは失礼な話だったんですが、あのいいとこを先に言ってますね。いいとこも、いっぱいあって、いいとこは何よりも軽いです。これね、2000番なんですよ。ちょっと2000番っていう番手で、まあ、送られてきたプロトなんで、これもどうなるかわかんないですけどね、かなりちょっとちっちゃくなってます。要は、僕もね、どっちかっていうとこれレボスツーデュースっていうリールなんですけども、ちょっとこう比べてもらってもわかるんですけども、まあ、スプールの大きな外形がもうまず違うと思いますね。はいはいはい。で、ちょっとこのまま持ってみて、ここにさらに、ああ、パキッパキッ。大丈夫です、大丈夫です。傷は浅いです。小森さんちゃうと、リールが空に浮く映像が撮れる。おー、すごいですね。ハンドパワーですね。ハンドパワー。ハンドパワーって古いな。古いですね。はい。これが、はい、レボの MGX シーターですね。前から見てもらってどうですか？違いわかります？若干ちっちゃいですよね。そうですね。はい。はい。スプール系ちっちゃいです。立てて見ればわかるんですけど、スプール幅もちょっと狭いです。はい。ですよね。ちょっとね、番手がちっちゃくなった感じがするんですよ。もうスティディオスって10年ぐらい経ちますって言ってた。スティディオスはね、10年、9年かな。9年ぐらい経ちますね、はい。これはね、なかなか優秀なリールで、まあ、今、結構逆回転しないスピニングリールって増えてると思うんですよ。バス用で。多分バス用として逆回転しないスピニングリールを最初に作ったのは僕だと思います。これ間違いなく。こう逆回転取っちゃったんで。ただ、逆回転をしないシステムは僕より前にもっと投げ釣りのリールとかではあったんで、僕が最初だとか言うつもりはないし、機械的なことは僕は何のあれもないんで、取ってもらっちゃっただけなので。ただね、バスフィッシングに逆回転は必要ないだろうっていうのを提言したのは絶対僕ですね。で、まあ、これはそれを取って、で、まあ、まあ、この時あの開発の方と一緒に作ったこのなんていうの、ロケットスプールエッジっていう名前だったと思うんですけど、このスプールのエッジでキャストをうまくコントロールしようっていうのと、こう開いた時にこれが大きく開きすぎないことによって、若干ラインが出ていく、スプールからバッとこう糸が暴発してこう出ていくんですけど、これの、なんていうか外形を収束させようとして、これスプールに当たるように、まあ、作ったんですけどね。この辺のアイディアが、まあ、そのまんま
継承されていってます。で、まあ、そういったスプールの形状もさらに進化をして、まあ、軽さを追求して、極端な肉抜きをしていったっていう感じで、内部構造に関してはまたちょっと発表されてからになるんですけども、まあ、まあ、自分が使った感じで言うと、まあ、本当軽さがすごくいいのと、巻き心地感、これはものすごくいいです。で、まあ、ちょっとこうやって開いたところを見ると格好悪く見えるちゃうもするんですけど、まあ、デザインはこれは、そんなに気にならないです。ちょっとね、これに比べると、これはちょっとね、お尻がちっちゃくて、スマートなんですけど、これに比べるとちょっと、腰が高くて、細長くなったかなっていう感じがしますね。コオロギからバットになったみたいな感じに、その今の表現でいいのかな、伝わるんですけども、まあ、デザインに関しては、こう、ともかく、機能としてはすごく良くなってます。で、使った感触で言うと、よくスピニングリールが新しくて、必ず言われることがあって、ドラグはどうなんですか？あのね、それ僕ものすごくいつも聞かれるたびに、どうなんでしょうねって思っちゃうんですよね。悪くはないです。絶対に。悪いと感じたことはないです。ただ、どこからどこまでをよくと、いいとするのかっていうと、ここにあるスピニングリール、レボスティルスも、MGX シータも、これもものすごくやっぱいいですよ。ドラグは。悪いドラグないですね。なんなら僕がこの前に出てた1万円ちょっとの、カージナル801っていうリールがあったんですけど、それで年間チャンピオンを取ってるんですけど、そのリールもドラグが悪いと思ったことないです。まあ、ちょっと滑り出しが悪かったからちょっと緩めにセットしてましたけど、で、まあ、人それぞれなんですけどね、例えばちょっと固めにセットしてて、しっかりフッキングできた後に緩めたい。だから急激に緩めたいから、ドラグの振り幅を大きくしてほしいっていう方もいますし、そういう方はドラグが多分600ぐらいにセットして、一気に350とかに落としたいんですよ、グラムで言うと。で、あるいは、太い糸しか使わないからずっとドラグなんか500ぐらいでいいんだよって方もいると思う。ドラグってね、本当にね、好みだと思います。で、あとは結局はこの中の、まあ、フェルトみたいなやつをゴムの、これでこうやって押さえてるだけで、その滑りを調節してるだけなんで、まあ正直、自分の一番いいとこを合わせれば、そんなにドラグが悪いと思うことはないです。で、まあそういう、何でもいいやっていう僕の意見を聞いてもわからないとは思うんですけど、ものすごくいいです。自分でこう回してる時になんか負荷がかかるっていう感覚はないですね。まあ実際ドラグで、バスフィッシングをやっていて、ドラグでやばいっていうのは想定外の魚がかかった時くらいで、想定の範囲内の時はなんとかやり取りできて、それでも切れちゃう時っていうのはタックルバランスから狙ったポジションまで全部が悪いと思ってるんで、ドラグで切られたって思うのはもう最近本当にここ5年ぐらいはないんですけど、まあ全然、このシーターと遜色なしっていうとあれなのかな、メーカーとしてはシーターより良くしてると思うんで、まあ圧倒的な軽さってところとかになってくるんですか？僕の今感じたところではそれが一番の売りなのかな。軽さ、はい、はい、あと巻き心地の良さ、はい、そうです。あとはトラブルの少なさとか、その使っていて壊れにくさとか、そういったことがあるのかもしれないんで、これもちょっと継続的に使わないとわからないです。僕もそんなにこれでまだ20回も行ってないかなっていうぐらいなのでですね。まああとは、まあ、初めて使われる方でも最初からかなりの完成度があって、スプールもまあアスファルトハンドルもカーボンで、結構ねやっぱ軽量化を目標に作ってるんで、まあデザイン的にパッと宇宙ステーションみたいなデザインかなと思ってます。で、ね、何よりもね、僕の竿の話ばっかりしちゃいますけど、この先は。僕の竿はね、リールが変わったって全部合います。これが紫色にしてる一つの理由でもあるんですね。はい、紫の、このアルマイトっていうのは、リールが何色でも結構バッチリ合っちゃうんですよね。で、なので最近紫を使ってくるロッドメーカーの方多いと思うんですよ。紫を使っている理由っていうのはリールが何でも合うのと、もう一個色が落ちにくいっていうのがあって、ずっとこう光沢がかっこいいっていう、まあ僕のリールにも、僕のロッドにもこうやってバッチリ合うリールなので、ゼノンと合わせた感じもなんか、はい、なんか大人っぽくていいですよね。はい、まあちょっと宇宙ステーションみたいな本当にものがこう本当にちょっとコスモを感じるタックルになりました。あ、でもコンクルージョンのデザインになってから、はい、コスモ感じますね。コスモ感じますよね。感じます。そのコスモにこう宇宙ステーションって、はあ、はい、
じゃあとりあえずはまあコンクルージョンにベストマッチはいろいろ好みはあると思いますけど、まずはゼノンというのは一つ。そうで、まあ、あのこうやって言葉に濁しながら言うと、なんか言いにくそうにしてるなとか、本当は嫌だけど言わされてんだろうなとか深読みしてくださる方いるんですけど、そんなあの虐待は僕受けてませんので、全然あの本当になんかすごくこのリールを使って悪いところは逆にないんですよ。逆に言ったらシータにもなかったんですよ。あんまりなんていうのかな、その生産過程であったりとか、あるいはその検品過程であったりとか、そういったところのまあことであったりとか、作ってる工場であったりとか、そういったことで見えないところで多分悪いところを直していったっていうのもあって、モデルチェンジってメーカーってしていくんですけども、ユーザー側の一ユーザーの立場から見てると別に全然僕シータでもよかった。でこれ送られてきて、これ使ってみて、ん、全然これもいい、正直使えるだったら全然これでいいという風に感じたんですよ。で違いは何って聞かれた時に、もうこれ今ちょっと言えないですね。で悪いかいいかったらいいです。じゃあそんな買い替えるシーター買ったばっかりなんですけど、買い替えなきゃダメですかねって言われたら、そこを積極的に買い替えてくださいとも言いづらいし、言わないことによって逆にダメなのかなって思うところもあるし。結構ゼノンって高価格帯のリールになってくるんですよね、はい、そうなんですよね。この辺もまあ難しくて、まあ、僕たちサポートプロっていうのは、まあ幸いなことにやっぱりいいリールを普段みんなが買えないぐらいの数を提供を受けてるじゃないですか。こういった中でやらせていただいてると、価格帯っていうのは無視して物事を考えたくなるんですよね。で当然価格帯も含めると、その高い安いで物事を判断しなきゃいけなくなるとなると、さっきのだいぶ前に話戻っちゃうんですけど、僕801っていうカーディナルの1万円前後ぐらいのリールでも年間は取れてるんで、その価格帯はそれぐらいでいいものを探していくっていうのも一つの楽しみの一つだと思うんですよね。だけど高いものを買って損をさせたくはないというところでは、まあ、価格帯くらいの価値はあるんじゃないかなと僕は思います。これも本当に難しいところです。1年間同じぐらい他社の同価格帯のものを使い込んだわけでもないし、これは本当に難しい。だけど悪いところを探せって言われた時に、今のところデザインが気に入らないとか色が気に入らないとか、そんなの置いといて、まあ、ないんですよね。だから悪くはないとしか言えないかなと思ってます。やっぱりちょっとコロナ禍にあって各、はい、その展示会が今年はないので、はい、実際に小森プロがそれを使って実況しているところとかですね、はい、まあ、普段だったら釣り博とかフィッシングショー、まあ、関西とか九州とかまで含めて行ってくりくり回すのが我々の最初にそういうのと触れ合える機会だったので、今年はそれが軒並みできないということで、ちょっと本当使い心地とかですね、はい、小森さんの声でいろいろ今後も聞けるといいなということで、僕の声よりちょっとこのまま僕持ってるんでカメラの前ちょっとこれ軽くハンドル触れてません、触れてみません、周り足の負荷すごく軽くないですか。軽い。最近出てくるアブのリールはやっぱこの周り出しの負荷の軽さっていうのをかなり追求しようとしているように見えるんですよ、僕はメーカーとして。結構他の話になっちゃいますけど、はい、やっぱり台湾にはマグシールドとかがあったりして、はい、まあ、シマノはシマノのあのギアの技術があって、はい、その回し心地って本当各メーカーで癖が違うんで、はい、しっとり軽く正確に回るっていう触り心地で、ね、はい、これね、その僕はそこのね回し心地にこだわってないんですよね、僕自身が。だからわからないんだけど、ピアスピッチングから出るアブのリールはこの回し心地の軽さ、これに最近すごくこだわってる感がある中では、これもやっぱりすごくスマートかな、やっぱ、うん、これ糸巻いてるから回らないね、年を追うごとにやっぱりこの回り心地のスマートさとこう円を描く滑らかな回転っていうのは増していってるのは間違いなく感じるというところではそこに行ってるんじゃないかなと。ただ本当これの違いをって言われると今一口は語れないんだけど、まあ、ものはでも全然本当に、あ、大丈夫ですよ、自分に1年間ぐらい貸してくれればどんな感じかレビューしてくるんで。それただ使い込んで釣りをしてきて楽しかったって言って来年また違うの1年間貸してくれっていう話になるんですよね。そういう考え方もありますねいやでもそれを小森さんが使って冬の亀山とかでレッグワームとか、はい、いつもの小森セットでこのセッティングで使ったりしたらどういう反応が出るのかとか
ぜひ追いかけていきたいんで、はい、引き続きよろしくお願いします。まあ、まあ、こうやって僕もテストしながらいろいろ言って、まあ、完成度を高めてこれからいくと思うんですね。で、まあ、発売までまだちょっとだけ時間があるんで、どんなリールになって仕上がってくるかわかんないですけども、まあ、悪いものではないです。絶対に、価格相応のものであることは間違いないと思ってます。その、根本的な大きな違い、それが分かり次第またいろいろとお話していきたいと思っておりますんで、ぜひこのゼノンもね、楽しみにしてください。まあ、本当にこう、この最初の服は軽い。それから、ずーっと卵の上、卵じゃないね、これ。なんか、もっとね、ツルツルしたものの上を指でツーって慣れてるような回転の滑らかさはありますね。それから、このドラグ。もう別にドラグは、僕は苦には絶対ならないです、これは。小森さんも結構、メガバスの小型のミノーであるとか、はい、シャットであるとかの釣りも、春先の一つの軸で出るときあるじゃないですか。はい。そういう時その滑らかさってなんか武器になってくれそうだなとか。あのね、これ IG やる時が最高です、ね、IG はい、もう IG がほんと辛くてゆっくりゆっくりで、ベイトならできるんですよ。で、スピニングのコツとして僕はいつもこれを IG やってる時に心がけてなきゃいけないなと思うのは、ハンドルを落とすように巻く。あ、ハンドルを落とすように巻くとゆっくり巻ける。あ、なんか今すごい伝わりました。はい、わかります。なんかする時にやっぱり初速が重たいとやりづらいんだけど、これはすっごいやりやすいなって今感じてます。うん、滑らか。なんか今お話とか伺ったり、自分でチラッと触らせてもらったりして、なんか巻物を一定間隔で投げ続ける、そんな時にすごい、そうですね、スーって活躍してくれそうだなって。あとまあね、これね、まあ、正直本音でこっから言いましょう。これまあ本音なんですけどね、やっぱね、高価格帯になると思います。結構高い値段になると思うんですよ。まだ僕は値段聞いてないんですけども、まあ、安いリールではないと思います。そんだけに時間かけて開発してますし、フラッグシップモデルっていうのも目標に作ってきたと思うんで、でまあ日本は実はすごくリール大国で、リールいいメーカーがあります。もう世界に誇れるメーカーだと思いますね。でそんなメーカーと肩を並べる、そのメーカーのエンドクラスのものと肩を並べる値段で出すことは、ピュアフィッシングだって当然覚悟を決めてやってくると思うんですよね。だからかなりやっぱ作り込んでると思うんですよ。そんな中途半端なものが出てくるわけないと思います。なので現時点で僕が分かってるのは本当にたった10回使っただけの話なので多く語れないです。ただその同価格帯に匹敵する性能、バランス、そういったものをまあ踏まえてるんじゃないかなと思ってます。まあぜひ楽しみに手に取って回してみてもらえたらなと思ってます。ああ、結構気になっていたのが今目の前で見ることができて、はい、本当ありがとうございます。もう最後の本音ですね。はい、全員覚悟を持ってるんですよ、これ。その高価格帯っていう聞いた時にみんなビビるんですよね。勝てるのか果たして2社たちに。まあ勝てなくてもいい、多分の好きなユーザーが使ってくれたらいいんですけど、だけどやっぱり大きく差を分けられてしまうと痛いじゃないですか、同じ値段なのに。いやでもそれはスタッフが誇りを持って作ってきてるって信じてるから、僕はピュアの契約プロを続けてるんで、本当に信じていきたいなと思ってますね。まあ、それが一番かな。もう今のが一番な気持ちです。もっと使い込んでゼロじゃなきゃ取れなかったぜっていう魚が出てきたら、またそれをお話ししていきたいと思ってます。